枝豆をちょっとかける。これも可愛いでしょ。これこれパッチリ。これがね、いくらだっけ。これが安っ。だから言ったじゃん、広告見せたじゃん。桜井でか、なんか硬いのが入ってる。5大円でしょ。すごいじゃん。ここ3回来たって、もっと取る。早く来ないとね。15食限定だって。じゃあ多分ね。でもさ、使えばさ、あ、本当に使ってくれる人いたとか思うじゃんね。うん、隣見てね、あの広告のやつだ。あ、入ってるじゃん、チラシとかいろいろ。あの広告っていうかね、従業員募集のほら、土曜日とか日曜日入ってるじゃない、新聞広告。それに書いてあったの。一応デザートも。何？デザート？何が？それ何？それ？それ？おしんぽ？あ、前おしんぽ。え？ガリもちょっと甘めかな。座敷があってよかった。椅子席があっていい。畳だとちょっときつい。これちょっとちょうだい。これで、うん、チラシもね、枝豆とか入ってていい。桜えびがまぶしてる。なぜかというと静岡空港に入るから。静岡っぽいしね。タイムすごいね。豪華だね。しいたけはあんまし甘辛くない。甘く向いてないな。天ぷら、よかった。椅子席取った。おつゆも美味しそう。食べる、うん。具だくさんだ。トイレティッシュまだ押してきてあるから、手洗わないと生臭くなる。4番答える。頭チューチュー味噌だね。冷たいじゃん、基本。お寿司だから、なんか温かいのは苦手。
チャーモンとこれすごいチャーモンつまんない。つまんない。これは手が生臭くなる。これが食べにくい。どこに食べていいんだか分かんない。もう10時間で終わって、そうだよ、みんな持ってるね。やっぱり息子は早くて時間を使う、ほとんどでやると思う。すごいね、トップしたような気分じゃない。業務たくさんしようとするかというと、あとはどうですか、今にあったってその時だけ。口切った。俺も切った。俺も切った。躊躇しすぎ。欲張りすぎ。口切った。切ったまではいかないけど。俺切ったと。ビリビリって。今日これ唐揚げだと思ってた。え？どうだよ。写真だってボタンに。ボタンに。なんで？船盛りなのにフライなんてないじゃん。最後手洗った方がいいんだけど、うん、動水性がなかなか出なくて、うん、
でもいろんなお店行ってていいよ。なかなか今まで行ったことない。行ったことないから。うん、使わなきゃってんだよね。やっぱ年寄りは和食が好きだ。そりゃまっくりこんなにいっぱい年寄り。パスタとかね。ご飯とかそばとかうどんがいいから、うん、ちょっとついてお刺身と。美味しい。